ハンドルの音に耳をつんざかれるがいいわ。次あそこ乗れるんだ。トーテムポールしたらそこ乗れるわ。本当だな。思った。私がナイフを持って言うと、私は容赦せん。え、どうやって普通に乗ったの？トーテムポール。いや、シノさん普通に乗った。あ、当たった。あ、当たったけど聞いてない。ほら。意外となんか、当たった時の。あ、あ、何もかね。ほら、トーテンポールなしで乗って。いやー、なんかいた。乗ってた。無理でしょ。なんだ、ナイファーは。もう、イエーガー部隊がいる、あそこに。そこにイエーガー部隊がいる。ああ、ずれた。壁だ。もう棒が邪魔だ。ウィンヨマンでも乗れない。なぜだ。なんだと、なぜ乗れないんだ。強いな、遅いな。うん。置いてよ。貴様もこれで動けない。あら。あんまり登れるところがないか。クソ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 。怖い怖い怖い。届くかな。まんまで乗れたんだけどな。なんだろう。もうジャンプの音が一緒だからねこれ。嫌な予感がする。俺は逃げる。だいぶいける。ここまで来れんだけど、確かこっち無理なんだよね。あ、ここ閉じられてるやつか。ほんとだ、閉じられてる。夜やったらね。閉じられてるっぽい。ゴジャンできたらね。じゃあ。届かないだろう。前に入れたら俺届くからいいやん。うん。うん。あ、落ちちゃった。入れば届かないのかな。なんか。あ。足ついたの折れちゃった。でや。終わった。はーい。終ってしまった。あ、止まれない。ごめんごめんごめん、ノートパソコンの下側のとこ触っちゃった。うわぁ、そう言ってない。痛い。そう、許さねえ。ダメか、貫通で3人は無理か。そうだよ、バレットなら貫通で3人いけるけどね。あ、それはバレット。あ、取られた。あれ、バレットって何人まで